ノクさんやっぱり神サプライズすごいっすねでレンタル確かに個人宅に置くれってのはあんまりないですよね月間8万でしょ年間で100万ぐらいだと思うんですよとなると100万以上もけるような商売を見据えて置くことになりますけどもまあでもねノクさんも私も例のあれのおかげでこれも別にレンタルで置くんだったら躊躇は多少しますけどもできないことではないですよね いやぶっちゃけね、購入してもいいんですけども、でも、うん、買うのはちょっとまだ怖いかなっていうところがあります。で、ちなみに私もね、これレンタルしてもいいんじゃないかなと思ってるんですよ、月8万だったら。それこそ半年ぐらいレンタルして、50万出してね。で、私自身は紙の心配ないんですけども、でもこれ、70代の方とかどうですかね、使用例ありましたらちょっと聞きたいなと思うんですよ。いや、私のね、母に試してもらいたいなって気がするのと、 あと、腰痛とかにいいんだったら、これもまたね、別のところにも使えるかなと。そしてもう一つね、聞きたいところがあるんですけども、これ、紙サプライズという機械だけでいいのか、それとも、紙サプライズも必要なんだけども、消耗品。例えばね、ジェルとか、他の何かがいるのかなってことなんですよ。どうなんですかね、これは。あの、紙サプライズのレンタル料、8万何千円だったら、8万何千円。これで、ポッキリ終わりってことになるんでしょうか。なんか、ジェルとか、パックとか、 パッドとかなんかそういう付属品もプラスアルファで必要なんでしょうか。よろしかったらその辺もね聞きたいなと思ってます。まあどちらにしても五十回以上受けられてきて、さすがに受け続けるとね、当初の効果はぐっとありましたけども、だん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 少しずつになってくるななんとなくわかります、うん。いやすごいですねでもね、これはいい機材に出会ったんじゃないですか。で、まああの量産がねなかなか難しいものだと思いますんで。 単価はまだ高いと思いますけどもこれブレイクしたらそれこそ1台100万円前後で売れるような量産体制に入ったりもするのかなと思っちゃうんですけどねすごいです、うん、やっぱりねあのまあ J コスメに出会って良かったものの一つじゃないですかこれも、うん、すごいですね、はい、またあのよろしかったらレポートお願いしますありがとうございます